よ。戻ってきたのはあいつの馬だけか。だが一頭でも戻ってきてよかった。俺たちの馬も連れてきてくれりゃいいのに。そりゃあの巨人を追い抜いてリヴァイ班のところまで先に行くってことか。大丈夫なはずないだろ。奴は知性を持ってる。どう動くにせよ体勢を整えてからだ。今は俺たちの馬が戻るのを待っ。一人で行くつもりなの？ダメだよ。とにかく落ち着け。仲間が死にに行くのを黙って見送れ。無茶だ。待ってくれ。無事でよかった。あなたが心配で追いかけてきたの。リヴァイ班を探しているんでしょ。一人じゃ危険だよ。私も手伝う。中央の後方あたりにリヴァイ班がいるってアルミンは言ってたんだよね。作戦企画誌の情報とは違うけど私たちは信じて探してみよう。拠点は任せた。どこにいるのか早く情報を集めないと。やれるぞ。私なんかとは全然違う。接近を許すとは。苦戦してるみたい。私たちも手伝おう。知性のある巨人がエレンを狙ってるんです。リヴァイ班がどこにいるか知りませんか？こんなところにいるわけがない。作戦企画士の配置と違うだろう。この人の班は見てないみたいだね。近くの班を回ってみよう。この辺りには複数の班が展開しているはず。順に回って情報を集めてみようよ。倒せたらやっそこで戦ってる。急いで加勢しよう。探してるんです。見かけませんでしたか？え、リヴァイ班は全然違う配置じゃない。こんなところにいるはずないわよ。この人も見てないみたいだね。とにかく残りの班の人にも聞いてみよう。お前らいいところに。巨人が邪魔して拠点が設営できないんだ。手伝ってくれ。助かったぜ。おかげで拠点はできたが、なんでこんなところに拠点が必要なんだ？以上は行かせんぞ。また戦ってるよ。助けに行こう。やれるさ。やったぞ。リヴァイ班の現在位置は分かりませんか？急いで知らせたいことがあるんです。作戦企画書を読んでいないのか、新兵。リヴァイ班の配置は全く違う場所だ。どうしよう。でもあと一班いるはず。聞くだけ聞いてみよう。逃げたりしねえ。ここで巨人を食い止めろって命令なんです。お二人も手伝ってくれませんか？倒してたな。おかげで突破されずに済みましたよ。でも命令の目的がわからないんですよね。やれる。できたぞ。負けね巨人の討伐に手を貸してほしいんだ。助かったよ。僕にもよくわからないけど、ここで巨人を食い止めろって命令なんだ。しているな。なぜこんなに巨人が現れるんだ。いたよ。急いで助けよう。ある巨人がエレンを狙ってるんです。リヴァイ班を見ませんでしたか？確証はないが隊列を見た気がする。おかしいな。こんな位置にいるはずないのに。この辺りの班が近いのかも。あとは私たちで何とか見つけよう。見て、縁談だよ。あっちに誰かいるんだ。行ってみよう。今度こそ何か手がかりがつかめるといいんだけど。やったぞ。さっき言ってやる。あの人リヴァイ班の人じゃないかな。やったやっ、ありがとう。できたぞ。ありがとう。伝令のために班から離れたところを襲われちゃって、知性のある巨人がエレンを狙ってるんです。早く兵長とエレンに伝えないと。知性のある巨人？分かった、案内する。あなたは私の伝令任務を代わってくれる？分かりました。あとは頼みます。あの赤い縁談が見える。兵長たちは今あっちの方向にいるはずだよ。急ごう。要請ね、助けに行かないと。忙しいのになんで私が拠点の設営なんて。おいお前、手伝ってくれ。やれやれ、これで愛しのクリスタを探しに行けるぜ。救援要請ね、助けに行かないと。巨人に邪魔されて拠点を設営できない。手伝ってくれるととても助かる。ありがとう。ここに拠点を設営することにどんな意味があるのかはわからないけど、リヴァイ兵長、知性のある巨人が現れてエレンを探しているようです。俺たちはこのまま移動を続ける。お前たちもエレンの護衛に加われ。みんなは無事なのか？一体何がどうなってるんだ？おい、余計なことは考えなくていい。黙って移動に集中しろ。女型の巨人により右翼側が壊滅した調査兵団だったが、撤退はせずそのまま巨大種の森へと侵入した。兵長、ここ森ですよ。こんな場所じゃ巨人の接近に気づけません。分かりきったことをピーピーわめくな。もうそんなことできるわけねえだろ。お前ら剣を抜け。姿を現すとしたら一瞬だ。この森の中じゃ事前に回避しようがない。兵長、立体軌道に移りましょう。リヴァイ兵長、指示をください。この班の使命はそこのクソガキに傷一つつけないよう尽くすことだ。命の限り。れを監視するためなんじゃ。俺たちはこのまま馬でかける。いいな。かけるって一体どこまで。それに奴がもうすぐそこまで。なぜリヴァイ班がやらなくて誰があいつを止められるんですか。エル、前を向いて走りなさい。戦いから目を背けろぞ。エル、信じて。遅い、さっさと決めろ。進みます。目標加速します。走れ、このまま逃げ切る。進め。とは一旦別行動。適切な距離であの巨人からエレンを隠せ。いいな。まさかあの巨人を生け捕りに。どうだエレン、あの巨人を捕らえたんだぞ。これが調査兵団の力だ。なめてんじゃねえぞバーカ。